おお、おお、いった。よし。あ、こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらになります。7月発売の最新のホットビールで、ホットビール RC です。これね、普通のホットビールじゃないんですよ。実はラジコンになってます。コントロールできるホットビールになってるんですよ。で、しかもね、あのかっこいい、あの日産の GTR R35 になってるんです。いや、もうね、思わず買っちゃいましたよ、これ。で、これ価格なんですけど、私 Amazon で購入して、3000円前後ぐらいで購入したと思います。はい、今ちょっと Amazon の方見てみると、販売価格が2860円で出てますね。ということで、ちょっとパッケージの方をじっくり見ていくと、まあ、こんな感じで、あ、ホットビールのね、ここにも載ってあるけど、ホットビールのあのコースも走らせられるようになってるみたいなんですよね。まあ、裏は、まあ、こんな感じになってます。で、炭酸アルカリ電池が4本必要ですということで、結構ね、電池の本数は食うみたいですね。ということで、まあ、早速ね、開封していきたいと思います。で、やっぱりね、こういうミニカーのラジコンでちょっと思い出すのが、ギガストリームですよね。高野さんが発売してた。あのギガストリームがね、まあ、ラジコンとしては、まあ、すごい微妙だったんですけど、ただジョージ社のトミカシステムで発車した時、かなり面白かったんですよ。で、今回のホットウィールも、まあ、ラジコンとしてはね、うん、ラジコンとしては正直あんま期待してないです。そんなね、走行性能が高いようなラジコンがね、こう3000円ぐらいで買えるわけないので、まあ、そこは期待してないんですけど、ホットビールのあのコースと組み合わせたり、あとね、私はあのトミカシステムです。トミカシステムと組み合わせると相当面白いんじゃないかなと思ったんですよ。なんかすごい付き方、すごい付き方してる。ああ、こんな感じでしっかりと付いてますね。よいしょ。で、コントローラーはまあこんな感じで、一応まあ本格的っぽい。あれ、ひょっとしてこれ結構ちゃんと走るラジコンなのかな。なんかコントローラーすごいしっかりしてますよね、これ。で、ここもなんか微調整できるやつもついてるみたいですね。で、これが電源なのかな。はい、ここにもスイッチがあります。で、あ、充電、あ、コントローラーから充電するのかな、これひょっとして。あー、そうですね、うん、充電するみたいです。これだから充電用のケーブルですね。よいしょ。で、この肝心のホットビールなんですけど、で、こちらね、形はすんごくいいんで、ちょっと。で、肝心のね、ホットビールの車両の方なんですけど、まあ、結構軽いです。結構軽く作られてますね。で、このね、なんて言うんだろう、カラー、すごい派手です。ド派手なカラーで。で、タイヤのこの大きさが、フロントとリア、これ全然違うんですよね。うん、大きさが全く違う。そして下見るとね、これ、どうやらこのね、フロントタイヤがこう、フロントタイヤがこう、切れて、こう曲がるっていうやつではないですね。もうフロントタイヤ固定みたいですね、これ見ると。なので、やっぱりあの、ギガストリームと似たような機構なんじゃないですかね、これは。はい。そして後ろはこんな感じで、こうです。で、上がこうで、下がこうですね。ただ、ラジコンとしてはね、すごいかっこいい形にはなってると思います。まあ、ここちょっと不格好ですけどね。悪くはないですよ、これは。そして、下側にですね、多分これが充電の、コントローラーから出てるケーブルを挿すとこですね。ここで充電するみたいで、これ電源のオンオフはここで行うみたいです。で、コントローラーの方にちょっと電池を入れますね。で、カバーはこれプラス？すっごい硬い。むちゃくちゃ硬かった。なんだこれは。まあ、なんとか外れました。はい。で、電池は炭酸電池4本ということで、ちょっと入れていきますね。はい。コードをつないで、で、充電ボタンはこれみたいですね。ここを押してあげると、充電して、ここが点滅すると。ちなみに充電時間なんですけど、通常20分でフル充電できるそうです。はい、ではですね、ちょっと今から、ペアリングしてみますね。このコントローラーのスイッチを真ん中ね、ここをオンにして、ラジコンの方のね、この本体側の方のスイッチもオンにすると、これだけでもペアリングできるようになってます。じゃあね、ちょっと発車してみますね。
まずは前進。早いね。バック。早い。あ、めっちゃ早いね、これ。ギガストリーム並みじゃないですか。すごい早い。じゃあね、ちょっと曲げてみたいと思います。で、これなんですけどね、このコントローラー、ここで、こう。曲げる、ま、右左曲がる操作できるんですけど、これね、ここ、全身押してないですよ。全身バック押してないんですけど、もうこれで、なんだよ、これ。こんな感じで、もう勝手にくるくる回っちゃいますね。で、しかも、これまっすぐにして、こうね、曲がるレバーを押しても、曲がんないです、これ。いきますよ。あんま曲がんないです、これ。だからこれリアタイヤのね、この回転だけで、曲げる操作するみたいなんで、そう、なんていうかな、普通のラジコンみたいにこんな感じで、こんな感じでね、曲げてこう、キューってこういう感じでコントロールできるってわけではないですね。じゃあまっすぐちょっとビューっと行ったら、キュルンと曲げて、ビューンと行ってキュルンと曲げて、まあ、ビューンって行くみたいな。まあ、ラジコンとしては、まあ相当微妙。一応滑るこの床の上だったら、まあ、普通に曲がれるんじゃないかなと思ってちょっと試してみたんですけど、やっぱり無理ですね。無理やね、曲がんないですね、うん、ではね、次は、このねホットビールのコースで走らせてみます。いけますね。おお。いやでもすごい気持ちよく走れる。めっちゃ速いよこれ。もうこれカーブ、あの曲げる方にしてもこれ走りますよこれ。何これ。このまっすぐにするとこうですね。これが一番速く走れて、少しスピードを落として走らせたい場合はこっちかもしれない。ここをしてやると少し遅いですよね。少し遅く走らせられるという感じですね、これ。じゃあ、では今度はトミカシステムで走らせてみます。普通にまっすぐ。おお、はい、え、わあ、わあ。逆も、おお。逆も、おお。ちょっとマジでギガストリーム張りに速いっすよ、これ。で、ここを曲がりたいんですよ。もう曲がりたいんですけど。あ、いける。あ、いけましたよ。曲がりましたよ、これ。いけますよ、これ。で、こっちに曲がりたい。あ、よし、いけるいける。おー、いいね。で、ここで。よしよし、いった。これ、結構コントロール する楽しみはね、ありますね。いける。こうやって、で、そこでこう。はい、いかがだったでしょうか。今回は2021年7月に発売された新作のホットウィールで、ホットウィール RC 日産 GT-R を紹介してみました。まあね、以前に紹介されたギガストリームと似たような感じなんですけど、ただこちらの方がかっこいいですよね。車体がね、すごくかっこいいっす。まあなんせ GTR なんで。これがね、非常にいいなと思いました。で、あと、車両の幅が本当にホットウィールと同じなので、これ、トミカシステムとの相性も相当いいと思います。なので、トミカシステム持っている方とか、あとね、ホットウィールのコースですね。あれ持ってられる方だったら相当楽しめるんじゃないかなと思いました。はい。ということでね、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。結構面白い。